きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日は、はい、たくさん聞かれましたメジャーのルール変更。結構変わりましたもんね。いろいろ。そうそうなめちゃ変わったんですよ。うん、まあそれをねどう野球が変わるかっていうところを説明していきたいなっていうところで。はい。まあ、まずは、うん、ベースの大きさ変更です。はいうんうん、今までは38センチ四方の正方形だったのが、はい、48センチ四方の正方形に変わるんで、うん、だいぶ変わりますね。そうです。だからあ46センチかだから、うん8センチ、はい、約8センチ四方8センチずつ伸びるわけですね。そう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 、うん、大きくなるんですよ、はい、でこれは、まあ、一つは、うん、昔の企画で38センチ四方だったんで、うん、昔の人はそんなに体も大きくないじゃないですか、うん、だから、まあ、それで危なくなかったけども、はい、みんな体も大きくなってきて、うん、そのベースじゃ、うん交差して、うん、特に一塁とか他の塁も含めて怪我する可能性があるから、うん、ベースを大きくして交差して無駄な怪我をしないように、うん、このベースを大きくなったんですよ。ああ怪我のためなんですね。そう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 、うんうん、でもこのベースの大きさによって、はい、いろんなことのメリットデメリットがあります。はい、まずメリットとしてはねその怪我が少なくなる、はいうんはい、じゃあ他にメリットは何でしょう。ベースこれ全ベースが変わるんですね。全ベースホームベース以外ね、うん、一塁二塁三塁が変わるわけですよね、はい、ただベースが大きくなっても盗塁とかの距離は一緒。本塁から一塁までの距離は、7.6 センチ約インチでいうと3インチなんで、はい短くなります。やっぱなるんだ。で、一塁二塁二塁から三塁の距離は、はい 11.4 センチ、はい短くなります、うん、ということは盗塁の可能性が一気に上がります、うん、いやめちゃめちゃ上がるんじゃないですか。はい、うん、でしかも、はい、メジャーでは、うん、牽制が2度までしかできません、はい、3度した場合、うん、アウトにすればいいんですけども、はい、セーフになった場合はボークになります。うわだから実質2回しかできないんですよ。じゃあもうめちゃくちゃしやすくなるじゃないですか、はい、で2回目する時も勇気いるっすよ、うんはい、もう次、うんしたらセーフだったらボークなんで。そうですね、実質1回なんですよ自由にできるのは、うんうんうん、ということは牽制の数も規制されてる、はい、塁間の 2,3 塁間の距離が短くなってる、うん、それは盗塁やりやすくなるでしょ。ですね。しかもメジャーも開幕戦からめちゃくちゃ盗塁増えてるらしくて、はい、でもともとメジャーっていうのは盗塁が少なかったんですよね、はい、する人が限られてて、うん、だからもっとアグレッシブにその盗塁とかで試合を動かしたいっていう風な理由でベースをでかくして距離を短くしたっていうのもあるらしいんですけども、うんはい、そもそもこれもし日本でこのベースが導入されると、うん、盗塁100個いきます。おあの不滅の福本さんの記録塗り替える選手絶対出てきます。うわ盗塁王が100超えてくると。だって今でも5、60するわけですよ、うんはい、走る選手で言えば、うん、でしかも日本はちゃんと止まらなきゃいけない、うんはい、ボークに世界一厳しい、うん、だから逆に言うとスタートも切りやすい、うんはい、アメリカはここ微妙だから、うん、ちゃんと止まらなくてもいいわけですよ、うん、だからアメリカから来た選手は、うん、よく日本ではボークばっかりになるわけじゃないですか、うん、ってなったら止まらなくてもいいからスタート切りにくいわけですよ、うんうん、でリードとかもそんなにみんながみんな大きく取るわけじゃないんで、だからもともと盗塁をする技術がある選手が少ない、はい、メジャーは圧倒的に、うん、でも日本でいうとそれが可能になってくれば100個必ず越します。いやそうですよね、はい、だってあの言えば源田の1ミリなんて、ねうん、佐藤さんが言ってたぐらい、うん、その1ミリ、2ミリ、なんなら1センチとかでも、うん、ポンポンでアウトセーフ決まるんですよね。それが11センチを約11センチ短くなんだから全然違うじゃないですか。全然違うのよ、はい、しかもアメリカはクイックもしないからね、うん、ほぼほぼだから盗塁もしやすくなるっていうところあるけども、キャッチャーの盗塁阻止率めっちゃ下がるっすよ。下がります、ね、基準がどんどん下がっていきますよ、うん、だからキャッチャーとしてはそれを今までと評価と一定にしてほしくないよね。そうですね、うん、じゃあ内野安打は増えるでしょうか、はい、減るでしょうか、変わらないでしょうか。内野安打は増えるんじゃないですか、はい、だって塁間が短くなるんだもん。残念。え？なんで？内野安打は増えません。減りもしない。減りもしない。普通です。変わる。今までのベースと内野安打は変わりません。あ、そっか、一塁手が、うん、もうベース広がってるから、うんギリギリに立てるから。そうそう、だから走る距離も短くなったけど、うん、取る距離も短くなってる。そっか、その同じ距離
何センチ分か、うん、そうかそうかそうか、だから要は、約8センチ分、うん、約8センチ分前で取れる、走るのも速いけど取る方も8センチ分速い、前で取れると、うんうん、だからそれは差し引きゼロだから、うん、内野安打は変わらないんだ、うん、あ、なるほど、そっか、でしかも用意ドンの位置がバッターボックスは一緒だからね、はい、そうですね、うんうんうん、でも塁に出た瞬間、はい、用意ドンもリード大きくできるし、うん、で、つくのも早いから、はい、そっからはランナーの方が圧倒的有利になるんですよ、うん、あ、そうですね、うん、じゃあ盗塁だけですか、そのこうデメリットというか、まあ、増えるからの、そうでも三塁からホームに突っ込んでくるのも8センチリードが大きくなるから、うん、じゃあ犠牲フライは、あ、犠牲フライでもあれか、普通にいけれますもんね、いや、犠牲フライも8センチ、うん、ホームベースはでかくなってないから、あ、そう、犠牲フライも8センチ前出るから、前出るのか、だから8センチ早い、うん、だギリギリのそのライトだからこうかるのか、これが速くなるから、うん、あ、なるほど、でしかも盗塁はホームベースでかくなってるから、うん、ホームの右端行くと、はい、ベースの前に立っちゃうと、うん、野手が、はい、この距離が長くなるんだよ、あーベースがでかいから、はい、いわばもしこれがこれだったらここに立ってたらここで立っちゃうね、はい、うんうん、でもこれがここまででかくなっちゃうと、はい、タッチここまで行かなきゃいけないから、そっか、ランナーはここにスライディングしていけば、ランナーここに指が通る、そうそうそう、今まではここだったけど、はい、ここにスライディングしていけばタッチもここら辺で待っとかないと、取ってこわないですね、でそうなると取るのが遅くなるっていう、はい、あ、早くしちゃうとタッチが時間がかかる、なるほど、だからどこに立つかが重要で、うん、8センチ短くなって8センチ遠くなって、はい、16センチの差ができるわけ、うん、もう圧倒的にランナー有利ですね、そう、うん、これベースはね、はい、でもまあその怪我しなくなるっていうところもあるし、まあこれはお互いの攻撃があるからまあ平等っていうところはあるんだけども、はい、そうですね、これはだから盗塁は増えるけども、うん、内野安打は増えませんよっていう、はい、盗塁阻止率めちゃ下がる可能性ありますよっていう、だから一緒の基準で測らないでねっていう、はい、でもし日本で導入されたら100個いくやつが絶対出てきます、はい、修道とかが1年間レギュラーに出たら100個いくと思う、はい、うん、そうですね、ルイにさえ出れればね、はい、これになれば、うん、で続いて、はい、ピッチクロックですね、うん、今話題の、うん、あのバッターがいなかったら15秒、うん、で、あ、ランナーがいなかったら15秒、ランナーがいたら18秒、あれ20秒ですね、あ、20秒ね、20秒で、バッターは残り8秒までに構えなきゃいけないっていうね、うん、はい、うん、どうですかそれ、この見てでメジャーは、どうなんですかね、なんかそんなにだからキャッチャーとバッテリーのやり取りっていうのがものすごく減るんじゃないかなっていうのは思いますよね。でも圧倒的に早いよ、終わんのが、うん、平均25、6分試合早くなってるから、うん、めっちゃ早い、だって前、マエケンとサイ・ヤング賞ピッチャー、ちょっと名前忘れちゃったけど試合、はい、2時間切ったからね、わー、早い、まあ、打たれてもいないしね、うん、だからもう20何分、5分ぐらい試合短くなってるから、まあ、見やすいっちゃ見やすいのよ、うん、見る側からしたらめっちゃ早くなってるから、はい、うん、でもこのピッチクロックは、うん、ピッチコムとこれボタン押すやつとセットでやらなきゃいけないから、はい、だってこうサイン出してたら、うん、多分2回振ったら15秒いくね、首振ったら、うん、じゃあ全然振れないじゃないですか、だからもう投げるやつ決めてそう終わりよ、でまあこれアメリカと日本じゃちょっとこれね文化の違いがあって、はい、アメリカっていうのは、うん、この配球っていうのはピッチャー主導で決めるんだよね、だからピッチャーが投げたいやつを投げるのが、まあ、基本的にはメジャーリーグの野球、はい、で日本の野球は、うん、キャッチャーが抑えるために投げさせたいやつを、うん、投げさすのが、はい、キャッチャー主導じゃんね、うん、だからキャッチャー主導になった時に、うん、ピッチャーが嫌だったら首振ると長くなるんだよ、うん、でピッチャー主導だともうピッチャーが決めたらそれキャッチャー首振ることないからね、はい、だからもう決めて投げる、うん、だからここにこれベルトのとこついてるやつもいるね、はい、でここのこでもいるし大谷とかだとここにつけてるし、はい、それでこれを投げますっていうのを、そうだから球、はい、だから基本的にはここに球種が決まってるらしいの、うん、で球種をしてコースを決めるらしいの、うん、はい、だからなんか大げさに言うとこのこういうのがあって、はい、こういうボタンがあるらしいの、はい、こういう、うんうん、でもしここがストレートだったらストレートのボタンを押します、うん、ついてて、でここに押すと右バッターだったらインロー、あー、なるほど、ファーストボール、うんうん、インコースローピッチっていう、うん、でここがスライダーだったらスライダーここ押して、うん、でアウトコースのここを押すとアウトコースのスライダーとか、はい、でフォークをしてここを押すとインコースのフォークとかっていう2回押さなきゃいけないの、はい、1回目は球種、2回目はコースっていう、うん、でそれが音声で流れるの、うん、だからそれは日本語、英語、スペイン語とか何カ国かの言語にで聞けるらしくて、それは聞く人の音声で聞けるらしい、だから日本語だったら、うん、あのストレート、アウトコース、低めとか、はい、
カーブ、真ん中、ミドルとかだったら、それも自分ででも押したやつですもんね。そう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 、うん、じゃあリードしなくていいんですか。リードっていう概念がないよ、下手したら。もう下手したらその5個機材を持てるらしくて、はい、うん、だからピッチャーとキャッチャーで、うん、セカンド、ショート、センターが持ってて、はい、サインを確認しなきゃいけないから、うん、それで守備位置を確認するっていうのもあるし、はい、ベンチがやっててもいいから、うん、もうベンチから指示が出る、それを投げるだけ、はい、ベンチから監督がボタンを押して、それをピッチャーとキャッチャーが聞いて、はい、そんでもそれをベンチの指示通りに投げる、はい、っていうのもある。15秒以内に投げればいいと、だってベンチの指示だから首振りないから、はい、あ、そっか。じゃあ日本ではもうやたらリードがどうだどうだって言われるじゃないですか、うんうん、メジャーはそれがもうないってことですね。そう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 、キャッチャーのメジャーはリードが悪いとかそういうのないから、概念は。あ、そう、取って止めて投げる打つだけが勝負だから、はい、全員が全員じゃないと思うけども、うん、基本的に日本はキャッチャーが相手のチームのことを全部知ってる、はい、メジャーはピッチャーが相手選手のことを全部知ってるっていう、ピッチャーが勉強するっていう、うん、だからダルビッシュが WBC の時に今永とかにこのバッターはこういう風にやった方がいいよっていうのを教えられるわけじゃん、うん、結構これ見てましたもんね。そうそう、すごい。日本のピッチャーが日本の選手の全投手をどこまで説明できるかは、うん、俺が現役の時だったら疑問。でもあれですね、ピッチクロックもし日本に導入されたら、だから、まあ、ピッチコブとセットじゃないと無理だと思う。あ、そっか、この2回振ったらあの時間オーバーしちゃうからね。うん、だからそこら辺は、はい、でしかももともと速い選手っていうのはこの別にルールに別に抵触しないから、うん、苦でも何でもないんだよ、はい、だからあの西武にいた牧田なんか速いタイプだから、うん、多分何の苦じゃないと思うよ、はい、やってもね。だから遅い選手っていうのが合わせなきゃいけないからあれだけども、もともと速い選手はバッターもピッチャーも何の苦じゃないと思う。森福投手とかめちゃめちゃ長かったですからね、うん、だからアウトだね。もうだってイチローさんもこれもアウトらしいもんね。そのだからもう最初からやんないと、ルーティーンだけで。そうそう、だって これで8秒前にはやらなきゃいけないから、はい、もう超もうめっちゃこういうね、もうおめでとうございます。だから7秒ぐらいでこれやらなきゃいけないからね。へーらしい。まあ、これが絶対じゃなくてまだ始めたばっかりだから、いろんな問題ってあるから、はい、今アメリカではこれをランナーいなかったら18秒、うん、ランナーいたら23秒にしようか、うん、3秒増やそうかどうかも検討してるらしい。へー、3秒あったら全然違うからね、うん、でも逆に、はい、今マイナーでは14、うん、19を実験するらしいの。へー、ランナーいなかったら14、うん、ランナーいたら19っていうのをマイナーで今実験してるらしくて。なんでそんなに短縮したがるんですか。だから要はその見てる人だから、もうメディアの側としては、うん、はい、いつ終わるか分かんないから、うん、その視聴率を上げるために短くして見てもらおうとしてんじゃないの、うん、メディア主導です。メディア主導だから、あのスポーツで基本的にね、はい、いつ終わるか分かんないの、うん、野球だけだから。あ、サッカー、バスケ、アメリカンフットボール、テニスは結構長いですね。そう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 、うん、でアイスホッケーって言って、うん、アメリカのスポーツでいつ終わるか分からないの野球だけなの、うん、だからもういつ終わるかを早くしたいんじゃない。あ、なるほど、まあ、2時間から3時間に収めようぐらいの感覚ですか。そう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 、でこのだから今までも、うん、多分この時間を早くしようと、うん、ワンポイント禁止だったりとか、はい、申告敬遠だったりとか、うん、っていうそのどうにかして早くしようと思って、うん、対策してきたと思うんだよね、はい、でそれが実質目に見えてできなかったと、うん、だから一番多分手をつけたくないところに取り掛かったんちゃうかっていう。だから MLB 側もここには多分そんな取り掛かりたくなかったから他のことでちょっとでも少なくならないかやったけども、なんなかったからもうここやってなったんじゃない、ピッチクロックって、うん、だから今までもね、そのあの時間制限のためにいろんなこと言ってきてやってきたんだよね、うん、だからそういったところはまあ最後の手段出てきたんちゃうかっていう。でもまだ今時間の秒数は検討中らしくて、はい、まあでもこれで本当にかなり短縮されてるんですもんね。あ、そうそうそう、25分ぐらい平均的に。うわ、でもそれすごいですね、うん、うん、だそういったところではまあ効果も出てるんでね、はい、まあ、あとはまあ1年後経ったら何も言ってない可能性もあるし、うん、オールスターブレイクから秒数が増える可能性もあるって言ってたんで、まあ、もちろん来年減る可能性もあるらしくて、はい、まあ、これは実証実験のことどうなるか分かんないけども、はい、まあ、日本でもし取り入れるとしたらピッチコムはセットでも1台50万ぐらいするらしい。そんなするんですか。まあまあ球団お金持ってるからな。いや、でもでもだって5機持ったら250万だからね、はい、1セット50万なのか 1個って聞いたんだよね、うん、でしかも予備もいるしね、壊れた、はい、大谷とか開幕戦ちょっと不具合でとかになったからね、うん、そうですね、うん、そこら辺、まあ、あとはサイン盗みされなくなるっていうのあるよ。あ、確かにそれはいいですね、うん、でも1回ここ音声がボリューム上げるらしいので、うん、で人がめっちゃ入ってる時にやった音声のままにしといて、はい、その次ガラガラだったらしくて、あのファーストピッチ
アウトコースローボールって全部聞こえてたらしい、バッターに。大音量すぎてそれ気をつけないとですね。そうだからあの、観客の多い少ないによってボリューム変えないと、多い時だと全然ね聞こえなかったらしいけど、はい、少なかったらめっちゃ聞こえるっていう。でも少ない時のその音量だとあってなりそうですけどね。あ、ちょっとでかかったわってまあ変わりましたね、うん、あとはねバットだね、はい、大谷翔平がね、うん、あのチャンドラー社のバットを長くしてっていうね、はい、ところで受けましたけど、うん、違いはやっぱあるんですよねって言うけど、うん、いやいや所詮木だからね。木でも、まあ、なんとか社とかによって違うわけじゃないんですか。もしあるとしたら、はい、そのメープルっていう木を、うん、どこのメーカーも手に入れられないぐらいの最上級のものを販路として、うん、うちは独占で持ってますよって言うんだったら、うん、違うと思うんだよ、はい、でももしそれがなかったら、うん、どこの社もいい木持ってるでしょ。まあまあそうですね。であとは、うん、まあ、簡単に言うと、うん、そのメーカーの、うん、自分の順位によっていい木が来るかどうかが決まるわけ、はい、そのメーカーの中でトップランクだったら一番いい木がそこに行くわけじゃん、うん、おー、やっぱランクで違うんですね。でしかも、うん、同じ長さで違う重さも作らなきゃいけないわけ、はい、ってなったらその重さと長さで人気がある重さと長さのバットを使いたい人はいっぱいいるから上行かないといっぱいいるよね、うん、優先順位的には、はい、でも人と違う長さで人と違う重さだったら、うん、そこ競争率少ないから、うん、それがペーペーでも上の順位いくわけ、はい、だからそのメーカーの中で自分がどの順位にいるかっていうのもいい気が来るかどうかの重要なポイントね、うん、へー、まあ、大谷投手なんてどこ行ってもね、いやでも、まあ、トップですからね。じゃあ仮によ、うん、イチローさんがまだ現役だったとして、はい、大谷と一緒のメーカーで、あーってなったらどっちにいいバット行きますかって言ったらイチローさんに行くよ。まあそうですね、やっぱ今じゃないからね、うん、その人の歴史とその会社への今までの貢献度もよるし、うん、昔からのレジェンドなのかによって、うん、いきなりトップクラスの木来たのに成績落ちたからもうヘボい木しか行きませんよって、そんなビジネスライクないやん、さすがにね。そうですね、だからその位置がどの位置にいるかもよるわけよ、はい、だから言えば新興ブランドの方に行けば競争率少ないから、うん、いい木に当たる可能性もあるわけよ。あ、なるほど。でもバットって形とかによっても全然その人によって違うじゃないですか。それはやっぱ言ったら削ってくれるからね、はい、職人が。だからもし違うメーカーでも、うん、このバットと同じように削ってくださいって言ったら、まあ、人が削るから全く同じよう、だって自分のバットですらもう無二のバットだからこれは、うん、同じような形態ってないのよ、うんうん、でもそれに合わせては削ってくれるから、ね、あ、なるほど。だからまあ形とかは変えずに社を変えたとか、まあ、っていうのもあるし、その機能がどれだけ自分がいい気をもらえる順位にいるかっていうのも大事だ、うんうん、へえ、あ、そこなんだ。俺とか Z だったけど、俺一回岩村の木、うん、バットを見たけど金属音してたからね。へえ、キーンキーンしてたから全然ちゃう俺のとそんだけ同じメーカーでもで、それだって天然木だから、はい、木だ、もしあの木がね、うん、何かのテクノロジー入ってたら、はい、違反だから、うん、そうですね、あのニスのニスとか塗ってるけど、あれの厚さとかも決められてるから、はい、この木目が見えなかったら違反ですっていう、うん、岩村さんと同じ Z だったわけですよね。そう、金属音してる、キーンキーンちょっとやっぱコンバットと思って、これと同じ質で同じの。いや、それはもう自分の優先順位によるから、はい、それはもうね、でもいいのか年上とか年下とか、はい、そんなのは関係ないわけよ。あとはそのタイプにもよるから、はい、あ、そうかそうか、そうそう、バットのタイプにもよるから、それによって同じ部類のグループにいるのかいないのかも分かんないし、うん、そうですね、もうほんとえぐいよ。へー、でもそういった序列もあるわけ、はい、メーカーの中ではね、うんうん、だって木だからさ、全部が全部じゃあ1000本2000本いい木が集まるわけじゃないんだよ、うん、はい、俺らだって20本ぐらい来て試合で使うの5本ぐらいだからね、うん、バランスとか、はい、あとはその湿度とかもあるから、うん、梅雨時に来たら若干重くなったりバランス変わるし、はい、雨の日使ったらバランス変わるし、うん、逆にもうピーカンで乾燥しててもバランス変わるから、うん、その中でどれを使うかっていうところって、はい、と試合用と練習用分けていくから、うん、その全部自分に来た20本1回20本、まあ、年間も何百本も来るけど、はい、無人のバットだから同じバットないからね。そうなんですね。やっぱそれだって所詮木だから、うんうん、まあ、天然物ですからね。あのゴルフクラブみたいにテクノロジー入ってたら、うん、はい、違反だから、ね、そうですねでもたまにこうなんか若い選手がこう先輩のバット借りて
で、うん、なんか打席入ったら打って誰々さんのバットで打ちましたみたいな談話入ってくるの結構好きですよ、あれ。あとはそういうのも人のやつで自分分かんないから、いろんな人のを使ってみて自分でバランスのいいやつを探してるっていうのもあるよ、ね、ああ、で次この形にしてみようかなとか。あ、そう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 、あ、これがだからみんなバット工場行くのとかも、はい、その同じメーカーの全選手のバットのタイプがあるから、はい、それを全部打ってみて自分に合うのどれかなみたいなのを探したりとか、うん、はい、キャンプで変わっキャンプで違うやつをみんなやったりするのよ、うん、はい、ちょっと長くしてみようとか、うん、ちょっと短くしてみようとか、ね、グリップエンド変えてみようとかって試しながら自分のいいやつを決めていくっていうのもあるから、うん、まあ、それは必然流れだけども、うん、大谷が34.5 インチかのバットだから、うん、はい、結構長い。俺が34だったからね、うん、へえ、何センチか長いわけですね。そう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 、うん、でそうなってくると、その代わり長ければいいわけじゃないから、はい、まあ、規定があるんだけどね、うん、長いと遠心力つくから、うん、あのやっぱ飛ぶよね、パワーも出やすいというか、うん、でもその代わり長いから扱いにくいよね、はい、だから金槌と一緒で、うん、短い金槌だったら釘っていうんじゃん、うん、はい、でもちょっとそれが長くなるとさ、うん、破壊力は上がるけどさ、ちゃんと釘に当てれるかどうか難しいじゃんね、力もいるし、ゴルフのドライバーとかも、ね、そう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 、ゴルフクラブとかも全く一緒で、うん、で長くなればインコースのさばきが難しくなるから、はい、技術的の、うん、もう大事ですよね、もう大事なんだよね、うん、でも長くなるから遠心力も出るし、ちょっと遠くのボールも届くっていうね、はい、ところのメリットもあるから、うん、だからでもそれは長ければいいっていう問題でもないし、重ければいいっていう問題でもないし、うん、じゃあ短い方がいいのかという問題でもないから、自分に合うやつを探した方がいい、ね、うん、そうですね、うん、あともし最後言うとしたら、はい、自分の使ってるブランドのメーカーはいいって絶対言います。うん、ありがとうございました。